エットで一番重要なことは食事を楽しむこと。これが意識できていないと継続できずにダイエットに挫折したりリバウンドしやすいですからね。しかし何でもかんでも好きなものを食べまくっていったらやっぱりダイエットは進みません。そこで今回おすすめしたいのがカルディの商品。珍しい商品や質のいい商品がたくさんあるためカルディを活用することで食事を楽しみながらダイエットできるんです。ということで今回はカルディでおすすめなダイエット商品を7つご紹介していきますね。概要欄では購入できる URL っていうのも貼っておくので、ぜひ参考にしてみてください。そして、私は、こういった食べてする有益な情報を毎日更新しているので、ぜひチャンネル登録だけではなくて、ベルマークもクリックして動画が更新されたら通知するようにしておいてください。カルディのおすすめダイエット商品一つ目がこちらのスパイスアップ。いろいろ種類があります。皆さんはサラダや焼肉ってどんな味付けで食べていますか？ドレッシングや焼肉のタレを使っている方も多いのではないでしょうか。しかし、そういった調味料には甘味料、添加物が含まれている場合が多いので、知らず知らずのうちにダイエットの邪魔になっている可能性があります。しかもサラダはダイエットのために良さそうと良かれと思って食べている方もきっと多いですよね。そこでおすすめなのがこのスパイスアップシリーズ。様々なフレーバーの塩、スパイスがあるので簡単に味付けのアレンジができるんですよ。私は辛いのが好きなのでマーラーペッパーを購入しましたが、スパイスアップレモンペッパーやスパイスアップイタリアンハーブもおすすめです。しかも余分な甘味料、添加物が少なくシンプルな原材料なのでダイエット中でも安心して使用できます。カルディのダイエット商品2つ目です。オッギュエキストラバージンオリーブオイルです。こちらですね。オリーブオイルは健康や美容に効果的というのはすでに皆さんご存知かと思いますが、皆さん使用しているオリーブオイル本当に体にいいものでしょうか？というのも酸化したオリーブオイルの場合かえって体には害となってしまう危険があるからです。そこでおすすめなのがこちらのオッギュのオリーブオイルです。こちらのオリーブオイルは酸化度がしっかり記載されていて酸度はなんと 0.2% です。目安としては酸度 0.8% 以下のものを選ぶといいと言われているので、いかに酸度が低いかということがねお分かりいただけますよね。ちなみにオリーブオイルは比較的加熱に強いオイルだと言われていますが、加熱することでやはり酸化は進んでしまうので、こういった酸度が低いオイルはサラダにかける、パンにつけるなどできるだけ生で活用することがおすすめですよ。カルディのおすすめダイエット商品の3つ目です。パシフィックチョイスグルメケチャップです。トマトは抗酸化作用が高くダイエットには効果的な食材なんですが、市販のケチャップには意外と甘味料が多く含まれています。しかも砂糖よりも血糖値が急上昇しやすい果糖、ブドウ、糖液糖という甘味料が含まれている場合が多いんですね。ただトマトピューレやトマト缶だと少し物足りない、調理が面倒という方も多いのではないでしょうか。そんな方におすすめなのがこちらのケチャップ。こちら甘味料は含まれているんですが、加糖、ブドウ、糖液糖ではなく砂糖のみで原材料の最後の方に記載されています。安心できますね。つまり入っている量は少なめということですね。このように原材料は含有量が多い順に記載されているので、原材料をチェックするときの参考にしてみてください。カルディのおすすめダイエット商品4つ目です。吉野味噌発酵レモン胡椒です。こういった市販の加工調味料ってこってりジャンキーなものが多いんですけれども、この発酵レモン胡椒は一味違います。なぜなら原材料がレモン、青唐辛子、米麹、酒粕のみっていう感じでめちゃくちゃシンプル。しかもパッケージに記載があるように発酵調味料である米麹が使用されているので美味しく食べながらデトックス効果が期待できます。またレモンや唐辛子には代謝アップ効果やアンチエイジング効果が期待できます。使い方としてはお肉や
お魚の味付けにしたり、炒め物やサラダのアクセントにするっていうのもおすすめです。カルディのおすすめダイエット商品5つ目です。あらほぐし塩鮭、鮭ですね。ふりかけおにぎりの具として人気な鮭フレーク。手軽に鮭の栄養素が取り入れるため良かれと思って取っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし鮭フレークには質の悪い油であったり添加物、甘味料が含まれているものがほとんどなんですね。一度原材料を見てみてください。よくよく考えると時間が経ってもあんなに鮮やかなオレンジ色をしているなんて確かにおかしいですよね。ただわざわざ鮭を焼いてほぐすなんて面倒、そんな方におすすめなのがこのあらほぐし塩鮭です。なんと無添加無着色の鮭フレークなんです。しかも使用している鮭は国産。これならお子様のおにぎりお弁当にも安心して使用できますよね。私は今インスタの方に旦那さんのねお弁当を毎日投稿しているので、またねこちら使ってみようと思います。カルディのおすすめダイエット商品の6つ目です。牡蠣の水煮缶です。ダイエットや健康にサバの水煮缶がいいと一時期かなり話題になりましたよね。確かにそれは事実なんですが、サバ缶ばかりだとどうしても飽きてしまいますし、青魚が苦手という方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな方におすすめなのがこの牡蠣の水煮缶。サバやツナ、鮭の中骨などは水煮缶としてスーパーでもよく売っていますが、牡蠣の水煮ってね珍しくないですか。実は牡蠣って、ダイエットに効果的な食材なんですよ。なぜなら低カロリー高タンパクな上、代謝アップに効果的な亜鉛が豊富に含まれているからです。しかもこの水煮缶、原材料は牡蠣と天日塩のみという超シンプル原材料。そのためダイエットに効果的に取り入れることができますよ。カルディのおすすめダイエット商品7つ目です。モヘージの出汁。これまでお伝えしてきたようにダイエットで意外と重要になってくるのが調味料。特に味噌汁やお鍋ってヘルシーそうなイメージがありますが、市販の味噌や出汁、鍋の素には意外と甘味料や添加物が多く含まれているんです。そこでおすすめなのがこちらのモヘージの出汁。今回は残念ながらね売り切れていたので購入できなかったのでね画像で失礼します。甘味料なし無添加なのはもちろんのこと、国産原料にも非常にこだわっております。しかも鰹節、昆布、アゴ、イワシ、椎茸など様々な出汁がブレンドされているので本当に美味しい。ダイエットのためには味噌汁を積極的に取り入れることがおすすめなんですが、飽きてしまうという方も多いので、そういう時は出汁を変えてみるのもおすすめですよ。ちなみにカルディでおすすめな痩せるおやつについてはこちらの動画でご紹介しているので概要欄から参考にしてみてください。41キロの私がカルディで買うお菓子です。皆さんもカルディでおすすめなものがあったらぜひコメント欄で教えてくださいね。私は毎日コメント読んでいるのでぜひね試してみたいと思っております。他にも食べて痩せる食事法をサクッと学んで実践してみたい方は私の無料公式 LINE がおすすめです。概要欄からねポチッとお友達追加してあなたのダイエットにお役立てください。今なら、5.5 万部売れているこちらの書籍であったり、私が普段食べているレシピっていうのもプレゼント中です。ではチャンネル登録と高評価どうぞよろしくお願いします。食事からビューティー天使の松田理恵でした。じゃあねバイバーイ。